別の声がね、聞こえる人はね、聞こえるはずなんですけど、それは精神病やからね、あなた方は。なんでかって言ったら、動機が悪いからと違う。動機がいい人は治る。ん？もうほとんど治らない。うちなんかそんなかかってないみたいな。かかってなかったみたいな。なんでって、ミンフが入ってただけや。なんでうちの世界にみんなおる言ってる。うちの中でみんなが発狂してて。それはみんながうちの中に入って発狂してたから。なぜかっていう。バレるからよ。あんたらの悪事。あんたらの声聞こえる場合が、悪事を働いた度合いによって結構あんねん。それはあんたらが欲張そうにも入ろうとしたからさ。だから、上の世界でも下の世界でもあんたら同じことやるわけやから、同じ時間が。それを避けようと思って工夫したもんな。その工夫がバカバカしいってなんで気がつかへん。そこまでして人の中に入るっていうのが変やろ。誰にもメリットない。なんか恨みがあるんやとしたら、あんたらこそ恨まれるべきやろ。ね？逆恨みや、あんたらの。そんなに入れ込んでいいの？あんたらの元マトロシカ幸せやったのに、破損し始めてるやん。あんたらが人のマトロシカでやったことが、あんたらのマトロシカが知ってしまった時に破損していくねんで。遺伝情報が、やめたって抜けていくねんから。この人と一緒におんの嫌やって、あんたらの遺伝子他の人由来の遺伝子をどんどん離脱していくねん。当面やめて。あんたらのマトロシカ幸せやったはずやの、人のマトロシカで化け役を表したんじゃ。それやったら、あるいはせっかく幸せやったのに恨んでるんちゃう。それはあんたらの元の遺伝子が脆弱なんでしょう。それは誰かですか？脆弱。うちかて最初は脆弱やったんですよ。遺伝配列のその遺伝情報同士の中性子が低かった。でも、ひどい目にあって、それでもなお、自分のことをしっかりと言えれば、少数のせいであれな、ある立場のせい、別の立場のせい、それを一生懸命説明する人生が評価されたら、絶対その遺伝情報同士の中性心は高まっていくよ。めっちゃ強い同盟になるね。遺伝子っていうのは自分一人で作られへんねん。同盟関係にある遺伝情報と組んでんねん。遺伝子一本で一人ちゃうねん。一体じゃないねん、そんなに。な？それを皆様方は知ってたはずやで、説明を受けてんのに。って言うと思い出して、でもいつかしてしまう。面白い話。そう。面白いこと求めて、遺伝子界に来たから、そうなんでしょう。新しい人になったら、面白いことがあるに違う。あなた方は重要な約束を忘れる。忘れた方が面白かったんでしょ、最初は。そしてひどいことをした。その償いって実は絶対返されへんねんって説明するのがぴったりなぐらい、ほんまに長いこと、長い間、その返済、その返済が全然はかどらへんし、いつまでも終われへん。それに苦しむわけ。うちかって苦しいんだから、そういったことは。だから言えんの。ほんまに今のあんたらみたいな、老いたした頃って、もう覚えてへんぐらい、数の時間、どのぐらい前かを。数はもちろんのこと、どのぐらい前かなんか、ほんまに昔って説明できんし。な？ずっと昔の次元でも、
それがまた繰り返したら、あれつい最近の名前になってなるもんやけど。でも、どのぐらい昔かなん。ほんだな、遠いねんで。じゃあ、それぐらい時間かかってんの。時々何千億体操とか言ってるやろ。何千億回も、人生、そこらへん使うのあかんねん、つまり。で、終わったとこや。はい、終わったとこやねん。それじゃあかんから、トントントン。うちに悪ささせる自我が突入したわけ。その代表がなる人やねんけどね。そういったことを全部監視済みやってんて。で、どのぐらい治った後に攻撃に弱いかも、うちの遺伝子は見られてる。みんなの遺伝子も、じゃあ当然のこと見られてんねん。で、結局、そういったのが、共有の情報になってるから、だからみんなの遺伝子が、みんなのマトリョーシカが、だんだん、バイバイ。なっていく遺伝情報がいっぱいね、みんなのが。ほんで手間取んねん。償うのに。人間の遺伝子のままやったら、絶対償えるものが、遺伝情報がさすがにいない。こんなやつと死にたくないって言っていくから。過ちを犯す前に、なんていうの、過ちを犯す前の状態、すなわちみんなの状態が、未来見えんねん、この形。こんなシステムみたいな。そんなことしたくない。バイバイって言っていくの。これがみんなの末路やけど、それで終わりちゃう。あとの償いが大変。末路だ。また名前差しか。だって。だから、後悔っていう言葉がね、きっと絶対わからんと。それぐらい、どん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 、みんなの遺伝子も、熟になっていく。減っていってる遺伝子も、どん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 シンプルになって、愉快になっていって、そして人間の言葉がわかる。つまり語気しかわかる。語気、語気。次やとかな。喜怒哀楽の多さとか長さとか深さとか細かさしか意味わからへん。どうせそうなのか。そこまでどんどんいってまう。どういう状態が発達するの。人間誰でも出てきついたわけでもない。一歩前甲殻類でも原生動物あたりやる。それぐらいシンプルやる。そんなんに脳が侵されてるのよ。ほとんど。麻薬中毒の患者みたい。ゾウリムシとして生きたんやったら人間におったらあかんのちゃうの。不利やね、ゾウリムシにとっても。人間にとっても。それ面白いの。めっちゃ嫌なやつ。めっちゃ面白くないやつ。四六時中ずーっと最初から最後まで、ゾウリムシみたいな生き方したいはずやねん、あんたら、ほんとは。それが時々人間の人生も生きなあかんから、戸惑ってもいるやろし、嫌がってもいるやろ。